繋がった。こんばんは。こんばんは、こんばんは。やっほい。やっほい、やっほい。こんばんは。こんばんは。あ、もう10分になる。約束の時間になりました。もうパイレーツがあるのか。ちょっとちょっとだ。帰ってきました。お帰りなさい。こんばんは。メインが8時10分お知らせしまーす。イエイ。イヤホンは有線無線のやつがありました。ガー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 、ちょっと腹ごしらえ探してる時にちょっとクッキーを見つけちゃったので、はい、うん、うん、韓国よくなんだ。
ステアの配信見に行くと思うけど、なんかみんな初訪問だから、なんか滝野由美子さんが初訪問みたいな感じで出たくないじゃないですか。なんか嫌じゃないだからなんか一回ログアウトしてゲストとして見に行くか、なんか配信開始とともに、だとみんなが初訪問だからみんなの初訪問がいっぱい出て、なんかいい感じに流れ、そう紛れさんいい感じに紛れ出たらいいななんて思ってます。あれ、なんか出したくない人はなんか出ないみたいな感じにしたらいいのにね。なんか嫌じゃないですか。だからみんなもし3期生のところで私お見かけでも、もうめっそっとしておいてほしいですなんかどう反応していいか分かんないと思う、向こうも。別になんか誰々さんが来てるよとか言われてもなんかね、そうどうしていいか分かんないと思うから、ここにいる皆さんはあのどうかそっとしておいてくださいはいです。それかもうその時だけ名前変えて行く名前しか出ないからさ、あのニョンニョが初訪問しましたとか出ても別にね、そうだからなんかその時だけ名前変えるとかするかもしれない。名前変えれるの、なんか本当は多分変えちゃいけないと思うんだけど、これは許してって感じ。そう。なんかね。ね。確かにそのまま配信しないの確かに、え、私が名前を変えてたらみんなもさ滝野由美子フォローしてるはずなのに、にゃにゃが配信を開始しましたって出るの上に。でもなんか偽物続出しそうだな。本物しかツイッターの連携してないから、そうみんな教えてあげて、偽物だよってね。出るだろうね、出るだろうね、うん、あ、ルームと名前は違うのか。確かにこれは滝野由美子のルームであって、あれは滝野由美子のアバターであってってことか。確かに確かに、え、確かに待ってね、ルーム名、これルームだ、確かにルーム名だこれ、え、確かに、じゃあこれだ、プロフィール編集、あ、え、違う、ニックネームとルーム名違うわ、
みんなもさマイページあるじゃん、自分のアバターとかニックネーム過去必須やってるじゃないですか、あるじゃないですか。みんなも一番上、私がよく三本線がーっていうところのさ一番上にさ自分のところあるよね、自分のアバターとかがちょっと灰色のところ。そうだ、私そうだ、ルーム名と配信なんかね、配信ルームのもう変えようと思った。私ルーム画像もあのサムネイル表示用のやつもなんか変えちゃダメなんだけど、変えようと思ったら私の端末からも変えられるのよ、自分のアカウントだから。そうなの、誕生日もね変えようと思ったら変えられるんです。これだよー。へえ、だって面白い、面白いなあ。だから私は配信のルームを変えて自分の名前変えた気になっちゃダメってことか。はい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 、これで見に行きそうだね。確かにこれで見に行けそう。もうなんかゆとかでいいや誰もわかんない。ゆはわかるな。もうなんか滝野由美子に入ってない。あとかでいっかなんかそんななんかあんことかそんなわかりやすい名前に多分しないと思う。もう誰にも気がついてほしくないので、なんか何にも関係ない名前で多分言ってると思うので、もし、もし私がなんかでもなんか「お」とか「お」っていう人をさタップしたらさ滝野由美子のツイッターに飛ぶから「えっこれ滝野由美子じゃね？」ってなってますなんかそっとしておいてください。はい、見つけるのはありだけどもう。見つけて終わりそっとじ、そうそっとじ、わかんない、何かわかんない、みんなに紛れる名前にします。あ、そもそもコメントしなければ本人以外に気づかれない。確かに確かに確かに、だってこの初訪問しましたのところタップしてもさあ飛ぶわ飛ぶわ、プロフィール飛ぶわ2度目の訪問とか。でもそっか、そこを押しちゃうと飛ぶのか。まあそう、コメントはしないから、滝野由美子がコメントしてたら大半は偽物だと思っててくださいなんかよっぽどみんなで見ててとかだったらなんかあるかもしれないけど、基本はもう家で無言で無言でしれっとなので、そう大丈夫です、何もしてもらわなくて大丈夫です。みんなはそうね、他のこの配信の邪魔とかになったら、ね、あんまり良くないからね。一緒に見守りましょう、ね、配信してる子のこと。ね。
信しないかな。あかりんに紙あげたいんだけど、今日配信してないまだ。あかりんまだ達成してないよね。してるかな、わかんない。してないよねとか言っちゃった。してるかな、どうだどうだどうな。そうだろうな、あかりちゃんどうだろうな。あかりちゃんまだ今日配信するかな。別にあかりも毎日アイドルじゃないか、その毎日配信するとか限られないのか。うん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 、そう、お互いね、そうなの、やり合おうって。なんか自分のルームに投げられないのよ。だからそうなの。あ、コメント固定コメント、そう、なんかこの前、私結構なんかいろんなルーム行ってるんだけど、なんかこの前みーちゃんが配信で言ってたんだけどなんかみーちゃんも、なんか自分のところ設定できないんだよねまだって言ってたから、そう、なんかもうその機能が使える人とまだ使えない人がいるみたい。私は直接聞いたんじゃなくて、みーちゃんの配信で言ってるのを聞いた言ってた、ちょうど配信見に行ったらちょうど言ってた。なんか、ね、アップデートとかでもなさ、え、どうなんだろう。え、いや、うん、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。いや、アップデートじゃない、アップデートじゃないな。だって私アップデート、そう、アップデートねしてるショールームだから、してる。あ、ウェルカムコメント機能を追加しました。そうだからしてる。けどなんかその固定のやつとかできない。なんかなっちゃんがやってるのは見た。けどそうだから。そうなの、できる人と、そうなんか、そうなの、固定、私が固定コメントみたいなのをできる機能ができたの。固定されるんじゃなくて、詳しくは新しく入った人がその私のコメントが流れるようにできるみたいな感じにできるらしい。でもまだ全員じゃないのかな。ちょっともう一回見てみよう。どっかでできるんだっけな。これそう、できないの。そうなんだよね。なんかよくわかんなくって、わかんないんだよね。これ、編集でもないしな、これじゃないし。アバター置き換えでもないですしね。あ、こっからもチャレンジいけるんだ。マイページからもチャレンジいけるんだね。へえ。設定があるのか。いや、でもなんかね、それができる人とできない人がいるみたいだから、まあ
あ、でもみーちゃんできてる。よし、頑張ろう。ちょっと頑張ってみます。私ちょっとイヤホン待ってくださいなんかどっからっけな、お知らせから探したらアウェルカムコメントは配信ルーム内のメニューから、配信ルーム内のメニュー、配信ルーム内の、あ、コメント、ウェルカムコメントについてはライバー側、イベント参加中はウェルカムコメントからイベントのページに、こっち側の、あ、やっぱりない、ない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 。ある。こっちアップデートしてないんだ。これアップデートしてないからだ。できた。ちょっとさ、一回ルーム出てみて。あ、来た？出なくて。一回ルーム出なくても来た？来た？来た？やったー！できたー！やったー！ちょっと待って、これどこまでできるんだろう？これさ、なんか、例えばだけど、なんかなんかツイッターの URL とかで、ちょっと待ってね、どうやったら、なんかツイッターってさ、どうやったら URL がいけるんだ。これをコピーして、ちょっと試していい？私、あの、配信しないコメント、ちなみに今からこの URL って、押して飛べないか、押して飛べないわ。私のところに表示された、これは URL が出るけど押して飛べるわけではないですね。お互い、これはこれをコピペしたら飛べるけど飛べないね。ありがとう。あ、こっちのアプリをアップデートしたら、もし見ら飛べ、なんか固定ツイート出てないって方はアプリをアップデートしてください。そしたら見えます。はい、っていうことです。ちょっとじゃあ一回削除する、コメントを削除する。はい、固定ツイートがなくなりました。今は固定ツイートがなくなりました。え、なんかいざ言われるとないんだけど、ないんだけどー、消えた。あ、消した、消した、今消した消すとかできるの、削除するっていうのができて、え、しかもなんかテキストを固定する、え、これさ、これ流れるくない？このコメントさ、固定されてなくない？表示されたけど
流れた。あれ来てない？流れた。え、一回出てみて、一回ルーム出てみて、そしたら一回ルーム出て入ってみて。流れるようが流れてったえ、なんかこれあの固定すると固定しないっていうものがあって、固定しないと入った瞬間にコメントがされて、あのみんなと一緒に流れていきます固定されていないコメントっていうことになって、私がさっきやってたのは固定コメントなので、みんながどれだけコメントしても一番上に固定されてるみたいな感じのコメントだから、例えば来てくれてありがとうとかだったらもうなんか流れるけど、例えばお話し会やってますとかはもう重要コメントだからお話し会受付中ですとかは超重要コメントだから、あの固定みたいな感じでできるってことでしょ。固定するほどでもない、来てくれてありがとうとか、そういうのを、あ、イベントの時とかも出るよね。ヤマハ海派みたいなのがプッて出てポポポポってなるよね。だってリンク飛べたら、そうだよね、リンク飛べたらいいのにね。うんうん、あ、オンラインサイン会で使えそう。え、使えそう。なんかオンラインサイン会って別に私いつもテロップ出すんですけど、オンラインサイン会1時間目とか出すんですけど、あの別に、あ、何回も流れてくる。あ、じゃあ何回も入り直したら何回も流れるってこと面白い。確かにオンラインサイン会は一応ここにテロップでは出すけど、例えばなんかオンラインサイン会というものをやってますみたいな感じのを書いとくと、ここの25文字4文字では表せない、なんかシングルのイベントですっていうことと、そう、なんか一人一人お読みしてますとか、なんかできるね。長文もそう、なんかね180字までいける。ツイッタープラス40字みたいな感じ。うんうんうん、本人以外見守りたいでお願いしますとかね。そう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 、いいよね。え、なんか、え、なんかいざ分からん、いざこうなんか、え、ないかも、そんな、え、なんだろうな、なんだろうな、そう、30日からお話し会受付やってますとかでいいけど、なんかあったら、なんかあったらなんかしてみます。今日特にない、そうだね、今日は特にないです、ないです今日は特に。うん、あ、
そうだ、でも今日ねツイートしようと思ってたものがありまして、読むラジルをね言いたい、あるある言いたい、あるある言いたいなんですよ。そう、そうなんですよ、読むラジル。そう、読むラジル更新されました。言いたい、言いたい。聞き逃しもだし、読むラジ、読むラジもだし、ね、読むラジ、そうそう、ちょっと待ってね、そうと、ユムラジルが更新されました。聞き逃しもあるんだよね。ちょっと待ってね、わからね、ツイートします。私は聞き逃しをチェックしたら、聞き逃しは28日土曜日までだよね。私がトレベリンできた認識側は、何だっけな、錦川リバーサイドトレベリン、はい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 、ちょっと待ってね、ちょ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 、はい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 、私がトレベラー側鉄とリバーサイドトレベリン失礼ました、
え、聞き逃し28日までだよね。はい。プロさん。プロさん。合ってる。オッケー、ありがとう。はい、NHK 鉄道研究会、はい、それでは読むラジルと、あとは聞き逃しをあの ツイートします。なんかめっちゃ鉄オタからツイートしてなかった私。それではツイートします。いきます。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。えい、聞き逃し番組一覧へ、なんか聞き逃し、ちょっとややこいことになっちゃった。聞き逃しは、聞き逃ししたい方読むラジルから飛んだ方が早いわ。申し訳ない。申し訳ないです。いいね、いいね。松、ゆうみ、しょう、せっきー、めるん、くもは、のりりん、しょう、もじ、みんみん、しゅんすけ、くまじゅん、ありがとうございます。リツイート、奈良ラブ、ファイズ、いきなりくん SP、 でんいち、まっちゃんちゃう、しゅう、ブーフー、みけねこファミリー、マケドニアン、コウジ、アッキー、あたし、コペン、みずさんた、きゅう、きゅうこみよし、ヒーロー、いそけん、ありがとうございます。ありがとう。聞き逃しって便利ですね。聞いてるだけでも行きたいなと思いましたが、写真を見るとドラに行きたくなりますね。ありがとう。夜ムラジル読んでて改めて本編聞きたくなりました。後でまた聞き逃し聞きに行きます。ありがとう。聞き逃し聞きながら読むと分かりやすくて良きです。え、そうなの、そうなのよ、そうなのよ、そうなの。聞き逃しを聞きながら読むラジルると超ね良いんですよ。そうなの、そうなの。
って読むラジルさ、待ってね、読むラジルってさ、そうだ、待ってね待ってね、一瞬待ってね、読むラジルってさ、待ってね待ってね、ラジルって本当はあ、よかった、ひらがなだった、ひらがなだった、よかった、カタカナだったどうしようと思った、よかった、別音がラジルとしてウェブマガジンでお楽しみいただけます。ちょっと待ってね、聞き逃し28日、を聞きながらムラシル読むとより分かりやすくておすすめです。ラジルは、過去の放送分も楽しみも見ます。はい、ちなみに聞き逃しって1週間なんですけど、読むラジルって期限ないんですよ。超嬉しくない、超優しくないですかね、それが嬉しいって。そうなの、そうなの。あ、昨日聞き逃しで、聞き逃し配信で楽しく聞きました、ありがとう。写真と文章で自分も一緒に行ってる気分を味わえるのが良いですね、ありがとう。ありがとう、ありがとう、お写真ありがとう、読みらしい、読みますね、ありがとう、昔のリンクがうまくいかなかった、申し訳、読むラジルから飛んでください、これを見ている皆様は。そう、昔のトレベリンも読めちゃう、そうなの、昔のトレベリンも読めます、読めます、読めます、いいよね、
マイラジルに登録しておけばすぐ飛べちゃう。なんて日だ。マイラジルに登録しておくと良いね。ツイートもできたところで、はい、ツイートもできたし、ウキウキなところで、あ、待ってね、ちょっとメールにも送っとこう。そしたらメールにも送っとこう。メールにも送るね。よいしょ。聞き逃しって水曜日にアップなんですけど。違う、読むラジルって水曜日にアップなんですけど、聞き逃しって土曜日までなんですよね。だからこの期間、この期間はあの黄金タイムなんです。聞き流し、聞きながら読むラジルを読めるっていう数日間限定の。貴族の遊び、そうです。はい、メール送ったよ。オーブンタイム役ですね。じゃあそろそろ、よいしょ。そろ歌います。皆さん、盛り上がる準備はできてますか？イエーイ。楽しむ準備はできてますか？
出す準備はできてますか？それではまだイントロ中です。ペンライト振る準備はできてますか？イエーイ。それでは聞いてください。あなたとクリスマスイブ。どんなプレゼントよりあなたの両手に抱かれたかった。このことの胸におでこをつけたままずっと粉雪が二人を包んで街の日灯り始めても離れたくないよこの場所から。永遠より一秒を長く世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。何も話さなくても流れる時間が愛を伝える。こんな意味ある夜に一緒にいられるだけで粉雪はまだまだ止まずに二人に降り積もるけど、このままでいいよ。どんなものよりあなたは暖かい毛布。世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。世界で一番素敵なクリスマスイブをありがとう。いつか今日を思い出すわ。メリークリスマス and I love you。 世界のどこかでささやく恋人たちの約束はきっと今日から始まるのね。メリークリスマス and I love you。 メリークリスマス and I love you。あなたとクリスマスイブでした。ありがとうございました。
スマスです。ありがとうございます。メリークリスマス。それでは次の曲もしっとりと聴いてください。次は STU48 の曲です。聴いてください。ヘタレたちよ。わーわーわー、さあヘタレたちよ、頑張れ。期待されてないってすっごく楽なんだよね。あいつにはできるわけないってみんな思ってるしさ。確かにこういうのも言ってないし、一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。ムキになることない。辛くなってしまったら歩けばいいし、休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わってみたくなる。そうこれをきっかけに行け。ああ、下手れたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけ寄ってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。必死なのってさ、なんかかっこ悪くない？ちゃんとやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って疲れないのかな。やるよ、僕も適当に。力の抜ける具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか、肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進む、ふう、あ、落ちこぼれよ。無関心のまま生きててもいいけど、そう、本当は昔はかなり速く走っていたんだろう。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。褒めてもらえない僕らの人生、そんなのどうでもいい。さあやるかやらないか、いくぞ。ああ、へたれたちよ、心で一丁走ってみないか。さあ一度くらい、何がなんだかわからないまま本気出せ。10秒だけやってみるか。何年かぶりに全力で最高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 気持ちいい自分に、せーの、頑張れ。
僕はずっとヘタレだって言われてきた。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。ヘタレだってやるときはやるよ。じゃーん、じゃん。ありがとうございました。7枚目シングル、ヘタレタチオです。ちょっと自分のセリフのところ噛んじゃった。ありがとうございますね。これ有線あったらつないでできるんだけど申し訳ないです。アカペラみたいになっちゃってる。ちなみにアカペラじゃなくってここで聞いてやってます。なんか無線だとつなげられなくってショールームと、はい、ちょっとなんか アカペラみたいに聞こえますが、私は音源を聞きながらやってます。やってます。ヘタレタチオでした。ありがとうございます。ちなみにみんな緑色のペンライトを振ってくれてましたが、この曲は緑色のペンライトを振ってもらう曲なので、今後どこかのコンサートとかで出くわした際はみんなこのイントロが聞こえたら、ぜひ水色にしてた方も緑色のペンライトにしてください。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ごめんなさい、一回止まっちゃって。あかり、ただいま。ごめんなさい、充電が 20% になっちゃいました。ごめんね。あかり、ありがとうございます。ただいま、戻りました。暗転機能が、暗転機能と見せかけて、そう、私がただただフェードアウトしちゃっただけです。すみません、本当にありがとうございます。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。風を待つ。